てご紹介させていただきますと、石川さんは1985年に山口県宇部市で発足した平和を願う草の根グループ、エンドウ豆のメンバーとして、チェルノブイリ原発事故の被災者を20年以上支援してこられました。エンドウ豆は普通のお母さんたちが中心の会で、平和を願い、平和について学び、平和のためにできることを実践することを目的とされています。でチェルノブイリ支援のほか、国内では阪神・淡路大震災や、この度の東日本大震災被災への支援、国外ではミャンマーサイクロンなどの被災、東ティモールやアフガニスタンなどの戦争被害への支援、連帯への活動をしてこられました。本日はチェルノブイリ事故で被爆し、キエフに移住された人々の互助組織であるゼムリャキとの交流、支援をお話し中心にお話ししていただきます。タイトルはチェルノブイリ被爆者互助団体ゼムリヤキと支え合ってということです。じゃあよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。上から参りました石川と申します。ゼムリヤキナディアという DVD を最初に見ていただくようにお願いしていますので、今ご紹介のあったゼムリヤキについてちょっとご覧ください。チェルノブイリ被爆者の互助団体ゼムリヤキに関心を持ち、応援してくださる皆さん、短い時間なんですけれど、ゼムリヤキについては今ご覧になった活動なんですが、この福島のことと、それからそのゼムリヤキとの その結びつきと、そして私たちの未来について、ちょっと私が感じていることをお話ししたいと思います。まずナレーションにもありましたように、エンドウ豆ができたのは冷戦の時代ですから、核爆弾とそれから原発の核被害というものに関心を持ったところから始まったわけです。その翌年にチェルノブイリの事故があって、全く私たちが恐れていたことは現実のものになりました。日本でたくさんの原発がありましたので、それについて多くの人たちが関心を持って考えていただかないといけないと思いました。山口県には上関原発があります。予定されています。私たちは当初からその岩井島の、漁師のおじさんおばさんとつながって、その原発ができないように連帯しているんですけれど、その連帯だけでは日本中にある原発の計画を見直すことは難しいです。ですからこのチェルノブイリの支援を通して、毎年のようにウクライナから、いろいろな方を、例えば芸術家であったり、それから被爆した子どもたちであったり、医師であったり、そういう方たちをお招きして日本の各地をと訪れて、そしてチェルノブイリの現実について語り、そして日本の方たちがチェルノブイリに心を寄せてくださっているということを伝えてきました。小さな会ですから、その会がこの25年間、私たちが実際支援ができるようになったのは1989年からですから、事故の、26年をおとといの4月26日に迎えて、23年間支援をしているんですけれど、その支援ができているのは、日本の方たちが被爆国としてその核の問題に関心があったからなわけです。残念ながら原発を見直すという運動っていうのはなかなか大きなものにならずに、原発で生活を支えておられる方も多くて、このような大きな地震の結果、事故が起こってしまい、吉野さんが話してくださったように、たくさんの方が被爆されているわけですから、本当に胸が痛みます。この DVD のナレーションで福島のことが触れられてないのは、DVD を作った時、原発事故が起こってなかったから、震災の前だったからなんです。それで今この被爆したゼムリヤキの人たちは、3月11日以降、日本の福島の方たちのことを忘れたことがないです。自分たちが
受けたその思いをまた日本で福島の皆さんたちが受けていくのだと、これが続いていくのだということで本当に胸を痛めておられます。しかしその経済的にもとても苦しい人たちですので、何かができるわけではなくて、ご覧になった、ゼムリャキの事務所に募金箱を置いて、貧しい人が苦しい人がわずかの年金の中から寄付をしてくださっています。この間行った時にその300ドルをいただいてきたんですけれど、その300ドルがどれほどのその重みのあるものであるか、長くこのゼムリャキに関わって方たちの窮状を知っているものとしては本当に涙が出るような思いでいます。ゼムリャキナディアというナディアというのは希望という意味なんですけれど、ゼムリャキと出会ってここと関わってご覧になったように支え合っている活動をずっとこう見せていただいて、私たちもその寄り添わせていただいて感じているのは、ゼムリャキの存在というものがナディア希望だということです。そしてそこから学ぶことは、その被災された方たちはなかなか他の人に自分たちの苦しさが分かっていただけないことは多いです。でもその被災された方たちが支え合うということはできますし、この滋賀県でも、それから私の住む山口県の宇部市でも、京都でもいろいろなところで移住された方たちの、ネットワークができています。その移住された方たちはその地域の人たちと支え合って、やってらっしゃるんです。現実的に支え合うって言っても、例えば宇部市の行政の場合でしたら守秘義務があるということで、どこにどういう避難していらっしゃる方がいてどういうふうに困っているかということを伝えてくれないので、なかなか行政を通して難しいんですけれど、宇部の場合は福島の子どもたちとつながる宇部市民の会というのがありまして、私の友人でやっぱりこのエンドウ豆のメンバーの方がやっているんですけれど、その人たちは個人的に先ほど吉野さんがおっしゃったみたいにもお友達ですので、何か足らないということを言って、それがあのホームページとかいろんなことで発信して必要なものが集まってくるような、そういうつながりができています。ゼムリャキの人たちは日本の、この事故で一番、驚いているのは福島に人がまだ住んでいることです。それでゼムリャキのサッシャさんという方を3月の10日から3月の17日まで日本にお招きして、福島や京都とかいろんなところに、広島にも行っていただいたんですけれど、サーシャさんもこのような放射能がこう出ている場所に子どもがまだいるということ、本当に驚いておられました。しかしプリピア地 の、チェルノブイリ原発の労働者の町がプリピア地なんですけれど、プリピア地だけじゃなくて30キロ圏内の方たちが全て汚染されてないところに移住することができた。ソ連の時代と違って日本ではそういうことは とても難しいです。社会主義 の国でしたから、プリピア地の、アパートに住んでた方たちも、30キロ圏内で農業を営んでた方たちも、その人が納得するかどうかは別として、避難する場所を与えられ、一切お金は必要なくそこで暮らすことができ、学校にも行くことができました。でも日本ではその避難させた方たちの、生活のすべてをどのようにその保障するかということは何も決めることができない政府です。また想定もしてなかったと思います。ですから同じことはとても難しいです。でサージャさんは皆さんに絶望を与えないように、マスクをすること、帰ったら手を洗うこと、外では食べないこと、チリが食べ物についてそれが体に入っていくから外では食べないでくださいとか、免疫力を上げるため の安全な食べ物を食べるとか、ストレスをためないとか、さまざまなアドバイスをして変えられましたけれど、内心本当に何て言うんですか、重たい気持ちで日本の現状をご覧になったと思います。何ができるか分かりませんけれど、吉野さんがおっしゃったみたいに全国で繰り広げられている
子どもたちを思いっきり遊ばせるそういう取り組みや、もし思い切って避難ができるなら、そのもう福島をちょっとしばらく離れるという選択、プリピア地も事故から26年経って放射能の値が非常に少なくなって安全で戻れるところも出てきているんです。そして福島はチェルノブイリよりも放射能の量も違いますから、もっと早く戻れるようになるだろうとサーシャさんは言っていました。ですからその戻れるまでの期間が5年か10年か分かりませんけれど、その間だけでも子どもたちを守るため の、 その転地するという選択をもしご家族がするなら、それを日本中で支えていくということが必要なんではないかなというふうに思っています。転地を選ぶのも個々人のご家庭ですし、なかなかこうするべきだと小出先生は、本当に危ないからそこに住むべきでないっておっしゃいますけれど、なかなかそれは難しいと思うんですけれど、可能な限りサポートしていくということが必要かなというふうに思います。ゼムリャキでもキエフに移住させられた人たちは差別されました。それは特別な、待遇を受けたということもあるんです。みんな連邦が崩壊した後とても貧しかったですから、チェルノブイリの子供っていうだけで特別なその検診が受けられたり、栄養剤とかビタミン剤とかが支給されるということが子供たちの間で妬みを生むっていうこともあったようです。それから結婚の時のやっぱり差別っていうものもあったと聞いています。ですから福島は始まったばかりで、広島長崎を知っていて、私は山口県ですからとてもよくわかるんですけれど、そしてチェルノブイリを知っているものとしては、これからどんなに辛いことが始まるだろうかということがもう胸が痛くなります。もちろん全ての人に全ての重大でとてもなんか悲しいことが降りかかるわけではありません。ですからあまり恐れてはいけないと思いますけれど、ここにお集まりの皆さんも、それから私のようにその山口県に住んでいる者も、もしその放射能を浴びる立場でないそこにいるなら、やっぱり2つのことをしなきゃいけないと思います。一つはその今被爆した人たちを可能な限り支えること、忘れずに支えること、それからもう一つはもう二度と繰り返さないようにこの原発を個々で見直すことと、その2つのことは私たちに課せられたその任務でもありますので、自分には関係ないと決して言ってはいけないような気がします。チェルノブイリの時に選択できなかったこと、その前にスリーマイルの時に選択できませんでした。そして今この福島で選択できなかったら、私たちはその地球上で多くの国がまだ原発を作ろうとしていますけれど、そこにどのようにしてその言い訳ができるのだろうかと思うと、もう決してできないなというふうに思っています。ですから今日このような場に招いてくださったこと本当に感謝しています。今合唱団のコンサートツアーができなくなったと言いました。そのツアーで前回の2009年のツアーで360万くらいの収益があって、それでその年間100万1万ドルぐらいの援助を続けていますので、3年間なんとかなったんですけれど、なんとかなるのがとても難しくなったので、その DVD を売ってこの収益でまたゼムリャキを支えていきたいと思っています。無理をすることはいりませんけれど、もし皆さんが今日私と出会ったことで26年間支え合ってきたこのゼムリャキの人たちをご自分たちも何か支える小さなことができるということを喜んでくださるなら、どうぞお帰りください。皆さんの温かい心を私はまたこれからもゼムリャキに届け、そして自分のできる場所で福島とつながっていきたいと思います。明日はエンドウ豆でゼムリャキと福島のためのバザーをします。こういう形をちょっと続けていきたいと思っていますので、どうぞこの滋賀の地でも皆さんでつながって支えて差し上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。